京都の俺 YouTuber 土曜日担当の柴原翔です。早速なんですが、皆さん沖田総司ってご存知ですか？三段好きで有名な、僕あれに憧れていて、僕5歳から空手をしてるんですけど、もうあの動きをしたくてしたくて、空手からもうずっとしてて、ボクシングまでも愛用させてもらってるんですけど、その三段突きを愛した僕がボクシングで使える三段突きの打ち方を大津役に伝授しておきます。まず三段突きっていう動きが、まあ、刀でやってるんですけど、相手のまず最初に眉間に打って、喉に打って、胴体に打って3種類に打ち分けるんですけど、これはボクシングのジャブと一緒の動きでできるんですけど、これやることによっての2つの、メリットがあるんで、それを説明します。まず打ち分けをできるんですけど、この、まあ、そのワンツーでみんなワンツーの上下打ち分けすると思うんですけど、これもどんだけコンパクトにやっても動作が多少たるの出てしまうんで、上手い人が簡単だと合わせられる可能性があるんですけど、ジャブの打ち分けなどはこの左の1本だけで打つので、予備動作がなく、そのまま相手に打つことがなく、ノーモーションで打つことができるので、相手からしたらすごい反応しにくいパンチになるので、あともう一つ次のメリットは踏み込みのパターンなんですけど、三段突きってその3回に分けて打つんで3回踏み込むんですけど、まあ、大抵のそのパンチのステップからの踏み込みっていうのは、まあ、多くても2発とかが多いと思うんですけど、こうなるとパターンが限られてきて、踏み込むか踏み込まないかの2パターンしかないんですけど、これを3回に分けてやると、そのパターンもその最初に2回踏み込む2パターンよりも1つ増えて、多くその踏み込みのパターンを出せるんで、まあ、例えばその3回打つときに最初のジャブをまず踏み込んで打って、2発目をまず踏み込まずに打って3発目を踏み込んだりっていうパターンを多く変えれるので、より相手からしたらタイミングがずれて当たりやすい感じになる感じで、大津さんぜひ僕のこのストローガンリーグ戦で使ってください。はい、お願いします。頑張ります。終わりです。じゃあ今から僕が沖田総司の三段突きを実戦でやりたいと思います。お願いします。お願いします。こんな感じで実践なんで、右のフェイントなど入れながら打ったんで、右を使うと、OK、これが三段突きが当たりやすくなると思うんで、ぜひ使ってみてください、大瀬君。ぜひ使わせていただきます。ありがとうございます。